桂ツラスズは大阪府茨城市出身の落語家。所属事務所は米朝事務所、情報落語協会会員。本名は長坂健太郎。出林市は昭和県。大阪府立千里高等学校卒業後、同志社大学へ進学。大学生時代に三代目、桂春町の家庭教師をしていた。またサークルはハンドボール同好会所属。 卒業論文で、関西と東京の笑いの違いについて、論文を書いたことで落語に興味を持つ。大学卒業後、桂米ラ・への弟子入り志願で自宅を訪れたが、米イはすでに弟子を取らない方針だったために断られ、仕方なく2ヶ月のサラリーマン生活を経た後退社し、再び米イ宅に訪れたところ、孫弟子の桂ツジャクサブローを紹介され、 1993年8月26日に、スズメサブ三郎に一番弟子として入門。同年10月、100%無添加スズメサブ三郎にて、初舞台。2004年、桂小五郎との漫才コンビ、猫まんまを結成。たま数月に、古典落語中心の、ジャッキーマノを、摂津市小尺で、奇数月に新作落語中心の、客寄せ熊猫を。 大阪市北区天神橋で定期的な落語会として開催している。また、ジャッキー7イ東京を東京都渋谷区渋谷一丁目で年に数回開催している。対局権を特技とする。ありがとうございます。